皆さんこんにちは、ゆうすけです。今回はですね、再びの緊急事態宣言が発令されて、でそれが関西3府県にも拡大されて、補償なき罰則が強化されていくんじゃないか、その遺伝子組み換えワクチンなんていうふうにも言われてますけど、そういうワクチンを接種しない人間は公共サービスを利用したり仕事をしたりだとか電車に乗ることができなくさせられていくんじゃないかっていう、日本だけじゃないですね。アメリカはアメリカで現役大統領の SNS アカウントが永久凍結されてしまったり、あのドイツのメルケル首相が表現の自由を規制できるのは立法者のみであるべきだっていうふうにね、怒ってましたけど、バチカンやパキスタンでの停電、アンティファが関与してるっていう噂も目にするんですけど、その連邦議会への襲撃だったり、ペロシ下院議長が任期残り少ない大統領を弾劾訴追しようとしているだとか、なんていうかもう世界中の一般庶民がね、預かり知らぬところで様々な不穏な出来事が起きてるっていうことは確かなんだと思うんですけど、そんな未来への不安や期待とともに困難な状況に立たされ続けている日本国民や人類に向けて、あるいは僕自身に向けても、改めてその歌詞を読み返しておきたい、聞き直しておきたい名曲っていうものを今回はご紹介したくなってですね、このことを胸に秘めて生きていければ大抵のことはどうにかなるっていうふうに僕は思うんですね。そのアーティストっていうのが若者に人気のロックバンドのラッドウィンプスで、去年は紅白に出てますし、4年前に一世を風靡した映画君の名はや、あの天気の子の映画音楽を担当してもいるので、 CM なんかで耳にされてる方も多いかと思います。他にこんな面白いエピソードもあってですね、菅総理の息子さんとボーカルの野田洋次郎さんが中学高校の同級生なんですよね。しかも同じバスケ部で、僕もバスケ部だったんですけどそれであの音楽仲間でもあって、それで菅総理の自宅に泊まりに行って、酔っ払った菅総理がいろんな話をしてくれたそうで、そのいろんな話っていうのがどんな話だったのかね、気になるところですけど、そんな風に自分が親しくしてた友達と、まあ、あの今も親しいのかも知れないんですけど、その友達のお父さんが総理大臣になるっていうのってね、あのどんな気分なんでしょうね。ましてや味噌汁ズっていう別名義の愛国精神あふれるバンドを立ち上げてたり、その野田洋次郎さんが、あとイリオンっていう名義のソロ活動では合唱だったり、マホロバっていう日本人のイニシエエナジーを呼び覚ますような楽曲を世界に向けて発信していたり、日本や日本の言葉をこよなく愛する、その日本という国を真剣に憂えてきた野田さんだからこそ、余計に友達のお父さんが国民から非難の声を浴び続けていて悪政を続けている現状に対して、とてもね、複雑な心境だと思いますね。そんなラッドウィンプスの今回ご紹介したい曲が億万勝者という曲なんですけど、当然ながら著作権の問題でそのまま音楽を流すことができないので、あの野田さんの非凡な歌声ではなく僕の凡庸な、ね、声で申し訳ないんですけど、ちょっと朗読していってみようと思っております。概要欄に実際の曲が聴ける
URL を貼り付けておきますので、よかったらお時間あるときに聞いてみてください。明日に希望を持った者だけに絶望があるんだ。何かを信じた者だけに裏切りはあるんだ。勇者だけに与えられた名誉の負傷とでも言うのか。それにしては随分と割に合わないな。手にしたいものがないものに眠れぬ夜はないんだ。守りたいものがないものにこの恐れなどないんだ。握りしめることもなければ奪われることもないんだ。なくしたって気づかぬものからは何も奪えやしないんだ。絶望なんかまだしてんの？何をそんな期待してるの？ご忠告どうもありがとう。でも譲る気はないんだ。僕はね、知ってるんだ。これらすべて喜びの対価だと。万歳のおたまじゃくしだと。僕の肩に乗った彼らすべて大義のごとセットなの。片割れのもとへ無事届けるまで。裏切りを知った者だけに疑いが芽生えるんだ。そいつを手にした自らの汚れを憎むんだ。でもそもそもの元をたどっていけば正しさに気づくんだ。どれほどの価値があったかは手放してから知るんだ。身軽になったこの体で僕はどこにだって行けるよ。いや、手放した時はもうすでにその価値はわからないんだ。僕だけ知ってるんだ。これらすべて喜びの対価だと。昨今のドル円相場はどう？この際だ、もう目指そうか。せっかくだから効率優先市場主義の現代の億万商社でもねえ、一人では叶えられないとこの寂しさは言うんだ。本当に寂しいのはそう思えなくなることなんだ。僕が僕を諦めたらもう痛みなどないんだ。それだけでこれらすべてがたまらなく愛しいんだ。僕はね、知ってるんだ。これらすべて喜びの対価だと。本日の為替相場はどう？ねえ、どうしたの？そんなにいっぱい抱え込んでさ。とんだ文明の対価だと。どんだけ嘲笑われようと僕なら大丈夫さ。もうびくともしないから。だってもうじき会えるんだ。片割れが待ってんだ。手に入れるんだ。あなたとはもっと違う笑い方を。僕は、はい、やっぱりいいっすね。この曲はある意味ではこの世の真理みたいなものを語っているとも言えてですね、この曲で語られていることを羅針盤にして読み解くなら、今日本で起きていることや戦前戦後に起きてきたことも、必然でしかなかったとも言えてですね、その自然に恵まれた小さな島国であることと、その共同体意識が強い民族であったからこそ、一神教とは違う八百万の神という価値観が生まれて、他の領土に移動してこう食料や資源を奪い合うようなことをせずして、1万年以上も続くような、その人を殺すための武器が発掘されていない縄文時代のような豊かな共同体を形成することができたのではないかと僕は思うんですけど、その豊かな土台の上に日本国や日本人の精神性っていうものが築かれていって、そんな恵まれた魅力的な国っていう対価として、外国から狙われてしまうことになり、生き延びるために幾多の戦争をまたぎながら、地球掌握を目論むグローバリストたちの、グローバリズムのなんて言ったらいいんだろう、包囲網って言ったらいいのかな、包囲網みたいなものに引きずり込まれていって、挙句に原爆を2発も落とされて、経済的な豊かさをつかみ取っていくものの、その
対価としてローギルトインフォメーションプログラムに代表されるような占領軍の日本骨抜き計画によってその国として自立することを阻まれて、テレビ、新聞、教育による洗脳工作によって日本人のアイデンティティは失われていき、国民はわずかな有識者と無関心層に分断されて、そのわずかな有識者もまた右や左や保守やリベラルっていうものに分断されて、うん、グローバリストが持ち込んだ損得感情や競争という価値観、戦前は日本に競争という言葉はなかったそうですからね、うん、切磋琢磨っていう言葉があっただけで、そんな風に今だけ金だけ自分だけ感情の価値観に飲み込まれていきつつ、国が外側からも内側からも破壊されていって、日本国という船の至るところにこう穴が開いて浸水していって、ほとんどの人はすでに自分の膝や腰まで水に浸かってるんですけど、すぐそばではすでにね溺死してしまってる人や溺死しかけている人で溢れてるんですけど、そのことにも気づかない多くの国民が作り出されてしまった。それが今の日本で、それでもまだこの国には供給力の限りお金を供給できる条件が整っているという自国通貨建て国債とその変動相場制という、そういう起死回生の突破口が残されている幸運もあるんですよね。そしてその対価として世界に例のないデフレ地獄や緊縮財政という試練があるとも言えるんですよね。日本っていう国が恵まれた光の国であるからこそ闇が深いと言いますか、そんな風に闇なくして光は生まれず、光なくして闇は生まれず、生きることはある意味光と闇との狭間で、その対価を払い続けることでもあります。皆さんの中に今こう闇が渦巻いているのだとすれば、皆さんがまだ気がついていないすぐそばにか、うん、少し離れたところか、あるいはかなりかけ離れたところにかは、必ずや光が瞬いています。ここで言う離れたところっていうのは過去と未来も含みます。僕は億万長者になりたいとは思わないんですけど、うん、でも億万商社にはなりたいですね。はい、切になりたいと願います。この動画を見てくださってる皆さんと一緒に、はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。